石橋半大前駅は大阪府池田市石橋2丁目にある阪急電鉄の駅。阪急宝塚本線と未納線が乗り入れ、このうち未納線は当駅を始発駅とする。駅番号は HK-48。当駅は全営業列車が停車する。特急日成エクスプレスは当駅から池田側については、阪急線内の通過駅は設定されていない。 そのため、当駅宝塚駅間には、途中駅を通過する営業列車の設定がない。駅構内は3面5線だが、大阪梅田側で、美濃線と宝塚本線が、複線分岐しているため、中央一面は三角形状の、片開き、島式ホームとなっており、島式ホームの中に、美濃線の線路も入り込む複雑な構成の、地上駅となっている。 ホームの有効長が1.2号線は10両、3.4号線は8両、5号線のみ4両まで対応している。西側の単式ホームと中央の島式ホームが宝塚本線を挟んでおり、また、中央の島式ホームと東側の単式ホームが未納線を挟んでいる。宝塚本線側ホームが1.2号線、未納線側が3号線、4号線となっている。 中央の島式ホームの一角を貫くように、美濃線の線路が伸びており、東端式の5号線となっている。平日朝ラッシュ時に運行される、美濃発大阪梅田駅直通普通列車及び、美濃線の列車交換時を除き、通常は1.25号線のみが使われる。列車交換のために改装になる列車はかつては4号線で、客扱いをしていたが、 2017年現在は5号線で、校舎扱いをした後、入れ替えを行った上で改装として、平井車庫まで運転されるように改められている。改札口は1号線大阪梅田寄りの西改札と、2号線と5号線の境目部分の東改札の2カ所がある。各法務官は、地下道で連絡している。2017年度のある特定日を受ける1日の、 上降人員は49,223人である。これは阪急電鉄全90駅中16位である。なお、宝塚本線と美濃線間の乗り換え客は、含まれていない。近年の1日の利用状況推移は、下記の通り。町金山あたり、駅周辺には、大阪大学を、はじめ多くの学校や私立学校のスクールバスも、発着するため、学生へ、 生徒の利用客も多い。また、駅周辺の道路の幅が狭く特に東、改札側には、タクシーや配送車も乗り入れてくるので交通上非常に危険である。駅東部に位置する町金山周辺には、閑静な高級住宅街が広がる。周辺は、池田市内で、最も地価が高い地区である。阪急バスの阪急石橋停留所と、 阪急石橋北口停留所がある。両停留所とも駅からは商店街を通らなければならないので、駅からは少し距離がある。また、クレハの里方面から宝塚線梅田方面への乗り換えは、阪急石橋北口の隣の井口道停留所も利用できる。これら3つの停留所が、当駅の接続停留所として扱われている。 阪急石橋停留所、阪急石橋北口停留所、井ノ口道停留所、ありがとうございます。